だからあとはそのことの後にこれができたのか、それとももともとこれができた時に置かれてるのか。はい、どうも。はい、どうも。 MS レタカーペット水木です。サトルです。本日は、はい、千葉県にある小中池にやってきました。やっ、まあ、ここで言われてる噂で、まあ、一番有名なんですけど、うん、まあ、入水あるとか、あとは過去にこの水を入れ替える際に水の下の方に溜まっていたがたくさん発見されたことがあったと噂されております。へー。あとはこの池自体に吸い込まれるような感覚があるみたいな。それが霊感が強ければ強いほどそれを感じる場所とか。この噂のまた真逆の反面もあって、うん、身近にある忘れがちな美しい風景五百選みたいのがあるんですよ。なんかそういうのにも一回選ばれたことがあると。人工的な池になっていて、まあ、農業とかそっちの方に回す水として作った池になってます。まあ、敬意を払って探索させていただきつつ、はい、噂について周りの人に少しお話を伺っていきたいと思います。はい、じゃあそんな感じで、はい、千葉県にある小中池行ってみよう。 GO! 飛び出せ MS レッドカーペット。あ、でもどうなんだろうな。のどかっすね。なんかのどか、めっちゃくちゃのどかで、やっぱね、霊感的なものがないから、うん、それ変な感じは全くない、うんうん。まあ、昼間ですね。まあ、昼間っていうのもあるし、うん、マイナス4というか爽やかな散歩をお届けしてるみたいになっちゃってるけど、サトル散歩、うん、やっちゃいろんな観光地もあって、ね、そうつまんねえよって言われたらな、寂しくなっちゃうからな。サトル散歩の見どころは何ですか。サトル散歩の見どころは顔？うん、そうですね。強気。アイドル。嘘です。嘘ですよ。何やっても見てもらえるアイドルと考え方一緒っすよ。何でもキャーキャー言ってもらえると思ってるんで。うわ、本当多いな。カモ多いね、本当。カモだらけすんの。ね。すごいな。これは何なんだろうね。このちょっとトンネルっぽい。これが取水口、水口、あ、取水口かもしれないです、ね、こっからザーってなんのかな。最初に思った疑問なんですけど、うん、水抜きして大量の、まあ、そういうものが見つかったっていう時に、うんうん、なんか浮いてますよみたいな話になるはずなんですよ、うん、そうだよね。それはちょっと思いましたね、最初に。こういうところのそういう事故だったり、うん、過去のそういうものに対しての供養を意味してるんじゃないかっていう、うん、一見、うんって思うような建物があるらしい。へぇ、ちょっとこれがそのこの先にあるっぽいんで、あ、ちょっと見に行きましょうか。飛び出せ MS レッドカーペット。これかな、これっぽい。すごい錆びちゃってるけど。あー、供養、うん、確かに供養っぽい感じなのかな。どうなんですかね。ちょっと寂しい感じはするね。そうっすね。ちょうど全体を見えるところにいるもんね。一回挨拶してみましょうか。そうだね、ちゃんと。ちゃんと。でも結構川沿いとか、うんうん、そういうところにも基本的には供養とかの意味じゃなくても、うん、まあ、生活に必要とする水のところなんで、うんうん、そういう意味合いでも置かれると思うんですけど、あ、
だからあとはそのことの後にこれができたのか、それとももともとこれができた時に全てにおいてこれが置かれてるのか。ああ、うん、これができた時期もそうだよね。それによってまたちょっと最初に置くなら理にかなってるというか、うん、全体の意味で置いてるっていうことだと思います。手入れとしてすごく行き届いてるかっていうと、外側の金属サイディングも一度も塗り替えされてなくて、この部分はこの作りだったら小壁、漆喰でもいい。うん、漆喰でもいいね。でもここは板金で、表のこの白い部分の板金ももともとサイドぐらい錆びてて、表だけ綺麗にしたのかもしれないですね。そうだね、壁もそうだもんね。正面のこの入り口のところだけちょっと綺麗だもんね。焦り方が違う。してるね。現在地やっぱここ相当広いっすよ。相当広いね。あ、ぐるーっとなんか滝があるね。滝からこう何、大滝って書いてあるかな。なんか滝があってのこっちの池なんだ。どのぐらいのレベルまでいけるかわかんないですけど、うん、この大きさ水抜きするって相当むずいと思うんですよ。こっちもなんかロープされてるね。本当っすね。あ、ロープっていうか、そもそもなんかこの橋みたいなのもだいぶ閉じられちゃってるね。 あ、行けなくなってんすね。ね、あ、じゃあ一周回れたんだ、本当は。すごいね。子供たちだけで行っちゃったら危ないよね。うん、結構危ない気がする。それくらい広いですからね。だってここからさらにあの向こう側に行けますからね、うん、右の方にずっと。いい場所だよね、うん、これは結構最近なんじゃないですか。最初からなさそうですよね、うん、綺麗だよね、うん、って感じでしたね、うんうん、なんで、いつも通り聞き込みしていきたいと思います。はい、こんにちは。すいません、あの僕たちあのインターネットの YouTube っていうチャンネルをやってまして、全然スポットに聞いたことないんで。あ、本当ですか。ここで、まあ、水抜きをした際に中ですごい水質がたくさんあったとか。いや、ここ水抜きしたしてないんじゃないですか。 したっていうのは聞いたことないですけど。すること自体ないかもしれないってことですか。ないと思いますけどね。水抜きは1年通してこのぐらいの水量はだいたいあるんで。あ、そうなんですね。本当嫌な話なんですけど、でこう中入ってる人が多発してるとか聞いたことないですね。あ、本当ですか。ちなみにお父さん結構来る、いらっしゃる。ここの辺に20年ぐらい住んでますけど、ない聞いたことないです。ここでっていうのは。へー、じゃあ20年間の間では聞かない。あ、そうですね。この辺って20年ぐらい前はもう全然この木の橋も全然なくて。あ、そうなんですか。整備されてなかったんです。本当のため池で、昔は釣りもできて。あ、そうなんですね。今釣りしちゃダメになってるんですけど、うん、じゃあ僕らが今見てる景色って全然違うんですね。昔と全然違いますね。こんなまあ当然あの滑り台も何もないし、うん、道路の脇に置いてあるあの作ってある一般的な柵がありますありましたけど、すいません、突然声かけたのにお話ししていただいてありがとうございます。トナカイ池についてちょっと近くの方にお話を伺わせてもらってたんですけど。あ、そうなんですか。僕らもネットで知ったことしか知らないんですけど、昔水の中に入って命を絶つ人が多かったとか。そうなんですか。あともう一個が水抜きを過去にした時にいっぱい発見されたみたいな。あ、じゃあそれは本当なんですね、うん、さっき見させてもらったらあの上の方に、まあ、僕ら手を合わさせていただいたんですけど、あれってそれのためのものなんですかね。それともあれは水の中で池の泡作る時に池の一番奥に不動産があったら、あそこへ来たんだ。もともとあの池ができたタイミングで
置かれたのか、それとも事故とかそういうもの、供養それじゃないですね、まあ、ちょっと前から来た、あの池を作って引っ越してきたんだよね、うん、だから昔は田んぼを作る人たちにとって水ってすごく大事だった、うん、その水をやっぱり絶やさないってことでね、うん、まあ、ずっと作られてたんじゃないですか。奥に大滝が今もあるんだけど、滝があって、はい、昔はそこに水車小屋もあったりして、あ、そうなんですね。昔はこう水車って水をこう回してさ、はい、そのあれで木でを動かして米ついてたんだね。だから霊が出るとかなんかっていうのは霊感のある人とない人がいて、それは個人差があると思うんですけど、亡くなった人はやっぱりいる。事実的にいるんです。ありがとうございます。知らないことまで教えていただきます。すみません。はい、ということで、はい、聞き込み終了しました。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ結果から言うと、うん、すごくまあ僕らも予想外ではあったんですが、うん、長い期間の間にはあったと。うん、ただまあ一番有名なここを水抜きしてその時に大量に発見されたっていうことに関しては多分ほぼこうかなり噂を大きくした内容なのかなっていう感じですかね、うんうん、そうだね。もうそこは多分まあそれにまつわる感じでくっつけられちゃったというか作られちゃった話っていう感じはしたね、うんうん、であそこにあったこうなんかこう一見そういう噂だけを聞いたらこう供養してるっぽい感じのあれも、うん、この池のための神様だっていうそこも知れてなんかほっとしたというか、そうですね、一番知りたかったところでもありますもんね、うんうん、移動されてね、もともと滝にあ滝ら辺にあって、その辺はこう理解した上でね、ここに来た時は僕らも実は撮影前にも一回2人でご挨拶させていただいてるので、うんうん、まあ、そういうふうに変な不気味なイメージを持つんじゃなくて、うん、ここに来たら一度挨拶した方がいいんじゃないかなと、うん、気持ち的にも違うしね、うんうん、全然怖がるような神様ではないので、うん、そんな感じでした。はい、はい、まあね、水回りに関してはまあ、うん、まあ、正直まあ水怖いもんね。水って怖くない、うん、怖いよね。なんかまあ変な話、こう海ですら怖いじゃん。確かに遊んでても怖いじゃん。なんか波に乗ってさらわれるとかさ、うん、自由が利かないから、やっぱり普通のそういう風に、まあこれ本当に僕らの見解、あの僕らの感想なんですけど、うんうんうん、やっぱりそういう部分に もちろんそういう力がある方たちからすると水が集まりやすいとかそういうのはもちろんそうだなと思いますし、うん、ただ普通のビーチでも逆にそういうことが一度もないところが実は珍しいと思うんですよ。あ、やっぱり普通に遊んでてそういうことが起きてしまうってことは、うん、やっぱり長い年月かければかけるほど起きやすい出来事かなと思いますので、うんうん、それをなんかこうさらにこうね、なんか大きくして悪い場所っていう風に言うのはあんまり良くないかなって思いますね、うんうんうん、こんだけあの人が来てね、昼間子供たち家族で遊ぶような場所になってますので、うんうん、なんかそういう風に来てもいいんじゃないかな。あとここあのちなみになんですけど、あの、まあ、これ勝手に言うんですけどあの夕方までしか入れないんで。ああ、そうだね、そうそう、ここの公園自体は一応なんか9時5時そうそうそう、だから夜に来てとかっていうのがそもそもできない公園になってますんで、それだけ、うん、まあ、許可取ったりしたら別だと思うんですけど、うんうん、普通に勝手に入ることができない5時までしか入れない公園になってますんで、はい、そこは勘違いしないようにしていただきたいなと思います、はい、って感じでした、はいはい、今日も動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひ次の動画もよろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントとグッドボタン、このチャンネルめっちゃ見てられんなと思ったらチャンネル登録お願いします。お願いします見てほしいから。あ、そうですね、うん、気持ちが出てましたね、うん、じゃあそんな感じで、はい、じゃあね。ドラゴンロングサイ MS レッドカーペット Still burning up, burning up、 あの夕日みたく燃やしたい、でもまだ遠いみたい、どうにか届くようにまた burning up